マロンとは、節足動物門甲角アモン南高津内海尾木、南ザリガニ科に属するザリガニ。マロンはその体色から、様々な名前で流通、呼称されている。青色個体は、紫がかった、濃い、鮮やかな青色をしている。褐色個体は、サビ色もしくは焦げ茶色をしている。黒色個体は、褐色個体の体色が、より濃いものである。マロンという呼称は、 褐色個体がマロニエのような色なので名付けられたという説がある。原産国はオーストラリアだが現在は食用ザリガニとしてイスラエルなどオーストラリア国外でも養殖が盛んである。完全生態になると淡水ザリガニの中で3番目に入る大きさとなる。38センチメートルに2700グラムの個体が発見されている。成長が遅く。 完全生態になるまで約3年かかる。完全生態になると400から6 0 0ムの大きさになる。メスはオスより第一、胸足が細長くなる場合が多い。オスにも細長い個体もいる。マロンは東京工場の突起が5本あることで多種と識別できる。もともとは一種とされていたが、オーストラリアのディーキン大学のオースチンにより、 二つの種が含まれていたことが判明した。オースチンは19年間にわたり遺伝子調査を行い、その結果を2002年に発表した。この2種を外見で見分けるのはほぼ不可能で遺伝子調査によって初めて区別がつく。その2種は西オーストラリア州の限られた水域に少数のみ生息しているケラクステニーメイニスと現在は 養殖や放流により生息域が拡大している。ケラクスケイニーである。ありがとうございます。